こんにちは、スタリストの大山俊です。今回の動画なんですが、久々の背景ですね。ようやく来れました。グリーンレベルさんのですね、プレスルームの方にお邪魔をしまして、初夏から夏にかけて、もうガンガン大人世代が使えるアイテムをですね、皆さんに徹底解説をしていきたいなと思っています。まあ今年も初夏暑いですよね。気温がだいぶ上がってきてですね、何着ようかなとか、あとは夏服もそろそろ考える方多いと思うんですね。本格的な夏になると、もう夏服のサイズがけが出てたりだとか、 もう人気のものはなくなってたりするので今時期に夏物をですね仕込むのが一番いいかなと思うのでぜひ、まあ、このタイミングですね皆さんにグリーンレベルさんですね僕の動画の中では最もよく出てくるセレクトショップのオリジナルかなと思うんですが使い勝手のいいものがやっぱり今回もめちゃくちゃ多いので全力で解説をしていきたいなというふうに思っています はい、ということで、早速ですね、もう触れたいものがたくさんあるので、本編に入っていきたいなと思うんですが、まずはですね、こちらのマネキンを見ていただきたいなと思うんですね。もうここ最近ですね、この手のアイテムは結構増えてるなぁと思ってまして、まあ、T シャツのデザインなんですけども、まあ、下線ですね、ナイロンですとかポリエステルを使った素材感になっていまして、ちょっとこう、スポーティーな見た目になっているアイテムですね。これはね、めちゃくちゃ使いやすいんですよね。僕自身も、まあ、何点か持ってるんですけど、僕はこの手のアイテムを一番最にんです 最初に来たのって多分2,3年ぐらい前かなグリネベさんのものを僕一着持っていましてそこから入って割とこうアウトドアとか外遊びの際にめちゃくちゃ便利だなと思ってそれ以来よく使ってるんですねで今期はですねこちらのシリーズの T シャツですね割とこのパリッとしたシャープな見た目していてここですよね裾が絞れるあたりこのあたりがですねシルエットが変えられて丸みが出るんですねすごくバランスのいい一枚になってますで色味がですねこちらがグレー なんですけどもちょっとこうグリーンがかってるのを皆さん分かりますかねこの色味がねなかなか良くて個人的にもこれは欲しいなと思ってるんですねでこのシリーズがですね名前が新しいシリーズになってましてワンダークロスっていうものなんですね実はあのセットアップであのありましてこういった形でグレーを今お持ちしてますけどもジャケットとショートパンツなんですねこっちはロングのパンツがあってショートパンツがある形なんですが、まあ、接触冷感機能がついていてしっかりとこう着た感じがヒヤッとした感じ 感じですごくこれからの施設に適しているのと、まあ、ストレッチも効いているのでその辺り着心地がいいんですねこの前にあのフリーリッチというシリーズがあったと思うんですよねセットアップなんですけどちょっとこうジャケットも従来のグリーンレベルさんのジャストフィットなものではなくて少し今っぽいこうボックス型のフィット感ですねこれがねすごい使いやすかったんですが、まあ、さらに季節を進んで使えるのはこちらのシリーズなのでちょっとねせっかくなんで上下で着ながら皆さんにお見せしてみたいなと思っています はいということで実際に着てみましたがいかがでしょうかこれは間違いなく使い勝手いいですねまあジャケットの方を見ていくとですねこちらはやっぱりサイズ感としてはですね少しゆとりがありますねボックス型になっていて肩のラインもちょっと落ちてるんですねこの辺りがまさにこう現代的なセットアップだなという印象で最近僕もこういったものが徐々にこうクローゼットの中に増えてきてるんですがまあ楽で着やすいですね内側シャツとかで合わせるのもいいんですけども割とこう T シャツだとか、まあ、それこそこちらのこういった架線の T シャツ 合合わわせせるるののののももいいいいいいととと思思まますすすし割とこうラフなな首元のものを合わせるのが使いやすいかなと思いますねポ、まあ、ロシャツだとかあとは何だろうな、うん、バンドカラーシャツなんかで襟元スッキリできるのもいいかなと思うので結構これは使いやすいジャケットじゃないですかね、まあ、セットアップでこのような形で使っていただいてもいいし下それこそ黒いパンツだとかそういったもので色を変えながら使ってもらうのもいいかなと思うのでこれはかなりいいんじゃないですかね、まあ、これからの季節は結構暑いんですけども接触冷感機能がついているので、まあ、すごく軽快に着れるんじゃないのかなと思いますね ね基本的にはスッキリとこうまくりながら着たりもできるのでいろんな着方できるのでこれは使い勝手良さそうですねまあ色味がいいですねちょっとグリーンがかったグレーということですごく使いやすいですしもちろん王道のブラックもありますのでこのあたりも含めてまあお気に入りのものを選んでいただくといいんじゃないのかなと思いますはいということで他にも見ていきましょうかねで今このねマネキンに着せてあるまあ履いてると言ったりいいですかねニューバランスですね725っていうシリーズですかねちょっと見てみましょうかねこれから夏の なななってくくるるると着るもののあの数が少なくなるのでちょっとこう足元にボリューム感あった方が、まあ、バランス取りやすかったりするのでショートパンツにこういったニューバランスをポッテイとしたものを合わせるのもなかなかいいかなと思うんですね、まあ、725という形でこれ別注なんですよねでカラー展開がホワイトという形になってるんですが真っ白のスニーカーとは違ってデザイン的にはこう凹凸感もしっかりとありますし白でも異なる素材パーツを使ってるのでペタッとならないんですよねこの辺りの立体感だとか N ロゴ自体もちょっとこうグレーっぽくなってたりだとかこのたりの グラデーションも含めて非常に完成度が高いなと思うのでこれは使いやすいんじゃないですかね意外とニューバランスっていうとグレーとかあとはネイビーとかそのあたりが王道なんですけど明るめのこういったホワイト系のスニーカーにも良さがあってだけどもいわゆる白レザースニーカー何にもないってものに比べるとボリューム感もあって使いやすいようなデザインなのでこれなかなか良さそうですねこのようなねセットアップに合わせていただいてもいいし先ほどもお伝えしましたが短パンでても使いやすいかなと思うのでぜひ皆さんもですねニニューーバランスののスののベッカー、ね使いやすい のでチェックしてていいいたただきたいなと思っていますはい続いてはですねこのゾーンでも結構色々ありますよねまあここら辺のねシリーズはもうウォッシャブルトロで間違いのないボトムスになってくるかなと思いますこのとろみのあるですね素材感めちゃくちゃいいですよね上品に見えるようなボトムスでこれは腰周りにはタックが入っていて膝から下はテーパードがかかってくるような綺麗なところもちゃんと押さえてあるのでピタッとしすぎずにちゃんと旬な雰囲気もありつつもだらしなく見えないようなバランスですごくいいですねで個人的 でこのグレーの色味すごくいいなと思いますね、まあ、ブラックのパンツなんかも使いやすくていいんですが、まあ、春夏使い勝手も良くてなおかつブラックよりは少し明るさも出せるグレー系は使いやすいのでこれはイチオシですねそして奥にあるですねマネキンが着ているのはまさしく銅素材を使っているんですけどもサイズ感でいうとワイドに振ってあるんですね今までのシリーズだとテーパードの効いてるボトムスが多かったんですが今季初めてちょっとワイド型のものが出たということでこれもかっこいいですよねで 先ほどのグレーよりもちょっとだけ明るい感じがして、これもですね、まさに春夏。これからの季節にね、めちゃくちゃ使いやすいような一本ですね。ワイド感はあるんだけども、素材感が上品なので、だらしなく見えないですよね。これはね、僕ちょっと一本欲しいなと思いましたね。グンレベさんのボトムスというと、やっぱりちょっと綺麗めなものの多い印象なんですが、大人っぽいワイド感っていうのはね、なかなかバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。そして並びね、この辺りはもう鉄板でしょうね。相顔 変わらず使いやすいこれもウォッシャブルートロのシリーズですねオープンカラーシャツこれまた仕上がり良さそうですね、まあ、鮮やかなこういったブルー系ですね表記で言うとライトブルーですねちょっとこうムラ感があるようなこの色使いもすごくいいですし夏にパキッと明るい感じで着れるのでこれもいいしちょっとこういったグリーン系ですねこれも綺麗な色ですね曖昧なカラーでまあなかなかねオープンカラーシャツで綺麗な色っていうのを探しても見つかりづらかったりするんですがしっかりと素材の上質さと 色の綺麗さがマッチしていてこれは使い勝手が良さそうですねうん中にはちょっと暖色系の淡いピンクみたいなものもありますしいろいろとねこの辺りは遊びが効かせられるんじゃないのかなと思いますね僕はね数年前にグリュネベさんのこのちょっとこうなんでしょうねダークグリーン系これがね好きでよく皆さんにご紹介していましたがこれも相変わらずあるんですね、まあ、せっかくなんでどうしようかなこのライトブルーの色合いが綺麗なのでちょっとこちらを着てみたいと思います はい、来てみました。いかがでしょうかいや、もう来た瞬間ですね。もう爽やかだなと思いましたね。まあ、ブルー系の中でも、すごく明るさがあってですね、表面にもね、微光沢があるので、このあたりの綺麗な質感というところも楽しめるかなと思います。まあ、メンズはこう、ブルー系は間違いなく似合う色かなと思うんですが、しっかりと華やかさもある色で、これは間違いなく好印象ですね。まあ、パパ世代にもすごく合うと思いますし、30代、40代、まあ、ほんと年齢関係なく使いやすいかなと思うので、 ぜひトライしていいたただきたいですね今僕が着てるのが1 6 4センチ5 3キロで M サイズになります、まあ、サイズ感も少しゆとりがあるんですがオーバーに振りすぎてないのがグリーンレベルさんらしくて使いやすいポイントかなと思います袖もちょっと長めですねこの今関節よりもちょっと長めになっていまして、まあ、腕がね結構ガッツリ見えちゃうと清潔感みたいなところある程度損なわれちゃうんですがちょうどいい長さなんですよねこれぐらいだと安心感あるし今っぽさもちゃんと出てくるかなと思います、まあ、サイドもこういいいっったたスイートが入っててまして気の利いた感じもな なってるしまあ、コンパクトなこの,ポケットです、ね、この辺りも一つのアクセントとして効いてるのでこれは間違いなく鉄板ですねめちゃくちゃ使いやすいと思いますねこの辺りはもう毎シーズンやってるのでかなりこなれてますね色味もなかなかないようなすごく綺麗な色なのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います 思ってていますすグレーパンツ合わせても良さそうですねブラックで締めちゃうのもいいんですけど、まあブラックほどコントラスト高くないグレーで合わせても良さそうだし、上半身は明るい色でグレーパンツとかブラックパンツで綺麗さを出すみたいな、このマネキンの状態そのままもすごく使いやすいかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思っております。じゃあこっちのゾーンに行きましょうか。この辺りもね、使いやすいですよね。まあシャツがかなり豊富な印象があります。うん、僕もね、シャツというアイテムはすごく使いやすいなと思ってます。 思ってて大人世代にはジャケット着るとちょっとかしこまりすぎちゃうから、まあ、シャツぐらいでちょっと小切れさを出したいっていう時にはすごく便利でハンスシャツもやっぱり使いやすいと思うんですけど意外と長袖って使いやすいんですよね、まあ、人によってはこの肌あんまり見せたくないとかっていう方もいらっしゃると思うので長袖シャツをちょっと腕まくって七、まあ、分ぐらいの見せ方にするっていうのも僕はいいなと思うんですねそういった意味ではこちらのシャツいいですよねよーく見るとですねちょっと透け感があると言ったらいいかな涼しげな素材 大使いになってるのでこの辺りも含めてこれからの季節使いやすいかなと思いますね色はダークグリーン これまたいい色ですね色味としては綺麗なんだけども、まあ、ネイビーとかと同じようにシンプルに使うことができるのでこれもいいカラーだなと思いますねこちらだと内側をややこうイエロー系の色で華やかさを出していますがこういった、ね、合わせ方もすごく素敵ですよね、まあ、ボーダーなんかで合わせてもすごくいいと思いますしこの素材感なかなかいいなと思いますねで襟型はまオープンカラーになっていましてでそれを長袖にしてやってでも素材感は軽快というところでこれ使いやすそうですねちょっとイメージがなななかかかきづらい,かなと思います 実際にこちらも着てみたいいと思いますはい実際に着てみましたがいかがでしょうか、まあ、大人っぽい1枚ですね半袖のオープンカラーシャツもすごくいいんですけどももうちょっと大人っぽくこの腕周りを隠したいってい方にはすごく便利だなと思いますし意外と着れる時期が長いんですね初夏の段階から着て梅雨もいけてなおかつ真夏そして秋までいけるというところではシーズンが長く使えるのがこの長袖シャツのいいところかなと思いますちゃんと腕まくりをすればね体温調節もできますしこの辺りもいいですね素材は、えー ブルロースとラミですねこの辺りを使ってるんですけども、なかなかね、このシャリ感も含めてバランスもいいですね。手洗いなんかもできますので、ケアの面でも使い勝手がいいので、これはなかなかいい仕上がりじゃないですかね。僕はなんだかんだで半袖シャツも好きなんですけど、長袖腕まくりみたいなスタイルが好きなので、自分のリアルなスタイルにも近くていいなと思ってますね。ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもね、チェックしていただきたいなと思います。こちらのね、ブルー系のシャツなんかもバンドカラーでなかなか雰囲気いいので、これも素材感同じなんですが、また色違うと全然変わってきて きますよねブルー無地系はもう鉄板で使いやすいのでこのバンドカラータイプもねぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思いますそしてその流れで T シャツですねこちらの T シャツですね夏の無地 T シャツっていうところで鉄板だなぁと思うんですがこちらはスリンコットン使ってるので表面もねすごく上品な光沢感があって美しい仕上がりですねサイズ感も少しゆとりがあって1枚できても主役になるような T シャツかなぁと思いますね、まあ、T シャツはうん,んだかんだで夏の主役にもなるので、まあ、安い値段 でも買えるんですが、まあ、贅沢な素材感のものを使ってあげるのも僕はいいかなと思うので、この辺りは持った感じも含めてしっかりとしているので、使い勝手いいんじゃないのかなと思います。ホワイト系で爽やかに振るのもいいし、あとは綺麗なカラーですよね。ブルーとかイエローとかブルー系も綺麗だし、t シャツでこうブラックとかこういったパキッとしてあるっていうのも、なかなかストイックでかっこいいんですよね。この辺りをグレーのパンツとかでね。合わせてもらっても結構いいかなと思うので、大人っぽい雰囲気で素材感が良くて上品なブラックティ。 この辺りもね、いいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。じゃあ、こっちのゾーンも行ってみましょうかね。この辺りは、まあ、河川の T シャツですよね。一枚で着てちゃんとこう、様になるような素材、しっかりとこう、厚みもあるので、なかなかバランスがいいなと思います。これは、色、ダークグレーですかね。この色味もね、大人っぽくて、なかなかバランスいいなと思いますね。T シャツとこう、重ねて、こんな感じで、レイヤーで着ていただいてもすごくバランスがいいと思いますし、これから暑い時期は長いですよね。まあ、最近は 初夏からら秋ぐいいまででずっと暑いのでこの辺りのこ、ね、りトップスのバリエーションは結構たくさんあってもいいんじゃないのかなと思いますねこのダークグレーが個人的には気になりましたあとはこのグリーン系もねなかなかいい色合いですよね うん。それも綺麗な色なので、一枚でもちゃんと様になりますし、これの場合は、前と後ろで長さ変えてあるんですよね。ちょっとね、洒落たポイントかなと思いますね。着るとだいぶ雰囲気いいし、あと首元ですね。この辺りもね、ちょっとした、あの、視覚的な効果があって、退屈に見えないので、なかなかバランスがいいなと思いますね。使い勝手良さそうですね。で、さらに隣に行くと、こちらですね。こちら、レイヤードゾーンと言いますか、まあ、最初から重ね着してるように見せられるようなシリーズなので、まあ結構ね、 T T シシャャツツ着着てその上にこういいっった、ね、っぽい T シャツを着るとちょっとこう動きによっては見えないって方もいらっしゃるかなと思うんですがそのあたりちゃんと最初から綺麗なバランスで見えるように設計してあるのでなかなかバランスが良さそうですねこういったものもあればこっちはニット半袖ニットみたいな形ですよねこのバランスをね最初からこうキープするのがなかなか難しいのでしっかりとこういったレイヤードのスタイルができるのもなかなかいいかなと思いますね、まあ、せっかくなんでちょっと着てみましょうかねどっちがいいかなちょっとこの感じ半袖ニットの感じは よくお見せしてるのでこちらのバージョンで実際に着てみたいと思います。 はい、ということで、着てみましたが、いかがでしょうかこれね、最初からレイヤードが作れるので、なかなかバランスがいいですね。首周りはスッキリとしていまして、上に着てるものよりも下のこれタンクトップになってるんですが、こちらがやや長めになっているので、横から見てもちゃんとレイヤードが作れるので、なかなかバランスがいいですね。肌材もすごく良くて、この辺りのね、色味だとか、この河川の雰囲気なんかも、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。で、胸のポケットもやや,や高い位置についていて、このバランスもすごくいいと思いますし、サイドにスリット入って、 ってるのでこの辺りもね通常の T シャツではまたないようなアプローチでなかなかいいんじゃないのかなと思います色はですねこちらでライトブルーですねすごく爽やかな色合いでややグリーンっぽくも見えるんですがこの曖昧な色味というのがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますね個人的にはちょっとこの白がのぞいているのでそれに対して足元先ほどご紹介したニューバランスをですね725ですねこちらを合わせながらリンクさせてあげるのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますねうん 気持ちもいいしこのニューバランス系のスニーカーも一足ポッテリとしたものがあるのはいいなと改めて実感していますまあ、爽やかに見えるような色っていうのは初夏夏はすごくあると便利だなと思いますねどうしても夏はこう着るものの点数が少なくなって地味に見えがちなので綺麗な色積極的に取り入れといいかなと思うのでぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っていますはいということで他にもね今っぽいねこのポロシャツなんですけども透け感のあるものだとかこの辺りなんかもねトライアルで着てみるのもいいと思います まあ白 T だとかブラック系の T シャツとこうレイヤードして着てもらっても今年っぽい感じがね出せるかなと思うのでなかなか良さそうですね僕もねまだあんまり着たことないんだけどもちょっとどんな見え方になるんですかねせっかくなんでちょっとこちらも着てみたいと思いますはい実際に着てみましたがいかがでしょうか僕もですねあんまり着たことがないジャンルなので着るまでイメージが湧かなかったんですねこんなに透けてるけど大丈夫かなって思うわけなんですが今はブラックの T シャツと合わせているので透けたところで同色系 なので全然気にならないっていうところと、まあ、ちゃんと重ね着をしているんですけどもこの何でしょうねメッシュ状の部分っていうのは分かっていただけるので表面の凹凸だとか雰囲気っていうのはちゃんとつかめるかなと思うのでなかなかかっこいいなと思いますね今っぽいんだけどもちゃんとこうグリーンレベルさんらしいですね大人っぽさというところも抑えてあるのでなかなかこれは使い勝手良さそうですねまずはこうブラックだとか同色系の T シャツで合わせてもらって、まあ、その次にですね白とかの無地とかプリント T シャツでちょっと透ける形で見せてあげるのもいい かなと思います、まあ、まずはもうオールブラックで着てみるのもですね悪くないかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもね通常のニットプロだとかそのあたりに飽きてきたなとかバリエーション出したいなという時には旬な1枚なので持っておくのもいいんじゃないのかなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思っていますはい続いてですねもうちょっと後ろに行ってみましょうかねこのあたりはですね釣り具の台輪ですねこちらとグリーンレベさんがコラボして作っているですねシリーズですね、まあ、このあたりも使い勝手良さそうですねちょっとテック感あふれる なな素材使いいいでで t シャツ型なんですけど襟元のこうやったボタンがついていて、まあ、見え方ちょっと変則的でこれもかっこいいっすねショートパンツで合わせてもなかなか良さそうそしてこちらは、まあ、マイクロボーダーですねかなり細かめのボーダーで今年は結構このようなアプローチ増えていますがなかなか大人っぽいボーダーでカジュアルになりすぎないのでバランス良さそうですねこれに対して、まあ、ショートパンツまでしっかりとあるのであこれもいいっすねいわゆるこうカーゴパンツのディティールですねサイドにポケットついていてこの この辺りも通常のショートパンツよりも少し凝った作りになっているのですごく使いやすそうですねまあ、シンプルにこの辺りで合わせてもらって先ほどのニューバランスの足元で少し持ってもらうとかそんな感じもいいんじゃないのかなと思いますねそうそうそれこそダイワのコラボのものをグリーンレベルさんのもので2年ぐらい前に来て、まあ、この手の T シャツとかはだいぶ僕もハマったんですけどやっぱりねすごく仕上がりのいい1着かなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思いますまだまだ触れたいものたくさんあるんですが、まあ、いよいよ終盤に差し掛かってきます まあ最後ですねこの辺り見ていきたいなと思うんですが半袖シャツでちょっとこういったストライプの入ったもの爽やかですねブルー系のこの辺りもウォッシャブルトローのシリーズで ちゃんとこう柄の入ってもですね、長袖バージョンも皆さんにご紹介したかなと思うんですが、この半袖もこのストライプのね軽快で清涼感ある感じもすごくバランスがいいと思います。でこちらがプレイパンツですよね。これもね使いやすくて、これね僕持ってます。全く同じもの持ってますが、総ゴムになってるのでサクッと履きやすいんですよ。ポロシャツ合わせてもめちゃくちゃ相性良さそうですね。これはね使いやすいので、例えばブルー系とグレーで合わせても完璧にハマりがいいと思いますので、こういった使い方もいいと思いますし、こちらはナチュラルも。 ままたいい色ですね、まあ、軽快な夏らしいカラーで真っ、まあ、白よりは少しね色味がグレーよりになっているので、まあ、すごくいい色ですよね、まあ、爽やかにこういった形で組んでいただくのもいいです、まあ、ワイド感もあるんだけどそんなに太すぎないので僕はこのシレットをすごく使いやすいなと思ってるんですねカラー展開豊富で他にもこういったミディアムブラウンですねこの辺りもなかなか雰囲気あっていい色味なので是非皆さんもねちょっと持ってない色を足してみるのもいいんじゃないのかなと思っています はい、ということで、今回の動画ではですね、久々にグリーンレベルさんのですね、プレスルームにお邪魔をしまして、まあ初夏から夏にかけて、えー、皆さんにですね、おすすめできるお洋服をですね、何点ご紹介したかはもう不明ですけども、まあいろんないいものがあったので、皆さんにもちょっとでもね、参考になったら嬉しいなというふうに思っています。まあ僕自身もね、夏は結構暑い時期が長いので、今時期に買い物するのがいいなと思って、いろんなものを買い足してるんですが、大人の男性に似合いやすいものがほんとたくさん揃ってるので、まぜ、あ、ひ皆さんもお近くの店舗 だだととかオンンラインの方でチェックをしてていいいたたきな思っますまあねこうやってこちらの像なんかあんま見てなかったんですけどねちょっとサッカー中のパンツなんかもあってこの辺りなんか夏にもぴったりですよねこの凹凸感があってちょっとこうストライプっぽい見え方になるサッカーのパンツなんかもすごくいいしシルエットもねこの程よくきれいめなシルエットになっていて大人世代にも使いやすいようなシルエットになっているのでこれもなかなか良さそうですよね喋ってたらこのままあと30分ぐらいねなんか長さが出てしまいそうなんですけども結構いいものがいろいろ揃って かなと思うのでぜひ皆さんもですね改めてチェックしていただきたいなと思っていますえ、ね、これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本どんどんお伝えしていきたいなと思ってますしまたシーズン変えてグリーンレベルさんですねお店だとカプレスルームにもですねお邪魔してみたいなと思っていますのでぜひこれからの動画もですね楽しみにしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに